はい、皆様どうも、マフロです。はい、それではニャンコ大戦争 3DS 版ですね、やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、それではレア技10回だけ回しましょうか。おい、どうぞ。なんか最近全然超激レア当たんねえな、本当に。同じのばっか。びっくりするぐらい同じのしか当たらないね。なんか勝手にまた切り替わってたな。はい、それでは、そろそろ大詰めですかね。はい、ハワイまで、また最高の宝集めておきました。前回のところまでですね。いよいよ月らしいです。月行ってみましょう。さあ、どんなところかね。なんかただの洞窟っぽいけど。ニャンダムさんですか。頑張ってください。でもニャンダムさんまで届かないかな。お、届いてる。押してるね。ぶっ飛ばしてるね。いいね、いいね。さすが伊達さんだ。思ったより苦戦しなそう。お、倒したもん。意外とあっさりだったな。もうクリアだべ。あれ以外には出てこないでしょう。おーし、はい、エンディングになります。
はい、じゃあ新章ですね。お、上限解放。いっぱいもらいました。なんかバルキリーさんももらいましたね。さあ、じゃあ3章宇宙へ飛び出す、行ってみましょうか。ネコムートさんね。そしたら、そうですね、もう一回レアガチャ回しましょうかね。いっぱいあるしね。おお、ギャラクシーギャルズ。はい、それではこちらの方10連いってみましょう。なんか一つぐらい当たってくれよ、お願いします。あら、貯蔵庫がいっぱい。もう使っちゃうか全部どうせまたいっぱい当たるんでしょう。もう全て使っちゃえ、めんどくせえはい、それでは行きましょう。お願いします。間違えた、後でまとめて使った方がいい。相変わらずだな。おお、来たー、超激レア来ました。カッパーマインさん、これはアンドロイドの方でも持ってないから嬉しいかもね。よし、じゃあパワーアップして使っていきましょうか。この辺も解放されたね。よし、経験値はしこたま貯めてるから、あ、伊達さんも解放できる。経験値は本当にしこたま貯めてあります。よし、浮いてる敵の動きをたまに止める。おお、いいね。よし、ちょっと編成変えよう。あ、そういえばバルキリーさんも入れとこうかな。よし、大幅に変えよう。ぼっちさんはね、あの人にならない限りは、もう一つ進化しない限りは。よし、これでいこう。よし、じゃあ行きます。地球から出発します。いきなりワンコか、宿敵。最初の方ほとんどがあれだな、レベルを上げないと使えないな。せっかくだからカッパーさん出してみたいけど。遠いな。よし、
おお、カラーだ。おお、ソロっぽい。ラクダ出てきたよ。あんま範囲は、範囲というか、距離はなさそうね。遠距離って感じではなさそうだな。粗悪な人類。粗悪な人類嫌だな。火星行きます。毎回ちょっとカッパーさんまで貯めるのはしんどいから、もう速攻型にしよう。おそらくまあ最初の方は簡単でしょう。どんなんか見れただけでもいいか、とりあえず。最初の方はきついよね、やっぱり。まだお金の上限とか低いからね。木星行きます。最終的にどこ行くんだろうね。宇宙に飛び出したのはいいけど。よし、倒せ。プロゴリラか。ちょっと攻撃力強い。ナイス。どうせ。でも月からスタートじゃないんだね。地球からなんだね。せっかく月まで行ったのにね。でも土星のなんだろう、結晶、何の結晶だろう。お、なんだ、
カートが出てきました。金星いきます。あと2つぐらいかな。ここやっぱ結晶っぽい。何なんだろうあの結晶は。まだ余裕だやっぱり。金ピカの石。名前もついてないんかい。じゃあ水星いきましょう。しかし敵があんまり変化がないね。容量の問題か。もうちょっとなんか変わった敵出てきてほしいな、そろそろね。後の方に出てくるよね、きっとね。おーし。粗悪な水。太陽行っちゃった。はい、太陽行きます。おそらくここで終わりかな。統率力的には。お、見たことないのが来た。言ってたら期待に応えてくれたぜ。ドーベルマンかな。お、波動出してきやがった。こいつ波動返し。波動打ってくるようなやつだとちょっと君たちは荷が重いな。ちょっとためようか。でも浮いてもないしな、これどうしたらいいかな。
やばい、突進を止めないときついぞ。やばいな、これは波動出されたらかなりきついな。うわ、伊達さんがためる前にもちょっと使わないとやばそう。うわー、波動きつ。頑張れドラゴン。いやー、やられた。これきついわ。波動はなしでしょう。太陽やべえ。あー、これ無理だ。ちょっとこれは考えないといけないな。85もある、まだ。いいえ。はい、もう統率力ないよな。はい、強敵出てきました。こいつを倒すためにまた、宝を集めときたいと思います。どうなんでしょう、生産量アップ。太陽までか。あいつ何度か倒したいですね。はい、また頑張ってみようと思います。それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。